足立梨花は日本のバラエティタレント、グラビアアイドル、女優、愛称アダッチー。スリーサイズは E79W56H85。 母方の王子は JRA 元騎手で元調教師の飯田明宏。母方の王子は JRA 元騎手で調教師の飯田裕二。15歳年下の弟がいる。趣味はアニメ鑑賞、音楽ゲーム、ご当地機器集め。アニメに関しては実に30本見るほどの大のアニメ好き。2017年3月よりアニメ及び付随するカルチャーを紹介する番組アニカルブの MC に抜擢された。好きなアーティストはビーズ。特技は HTSC 決勝大会でフォームを披露したソフトテニス。憧れの人として事務所の先輩でもある石原さとみを挙げている。 HTSC で特別賞を受賞した入木麻里と同コンテストのグアム合宿で仲良くなった。桜バナナミ、田中あさみ、西内まりや、元女優の篠原つぐみなどと仲が良く、同学年でもある剛力彩芽とは親友である。染谷翔太は高校時代の同級生。2007年中学3年生時に第32回ホリプロタレントスカウトキャラバンに父の推薦で応募して5万1923人の中からグランプリに選ばれる。2009年7月 NHK ドラマ2つのスピカの宇宙飛行士を目指す高校生浮大万里公役の出演をきっかけに日本宇宙少年団宣伝キャプテンに就任した。2013年4月スポーツ応援アイドルユニットモブキャストガールのメンバーに選出される。2019年パルコ50周年パルコスイムドレス2019のキャンペーンガールに選ばれる。